どうも、康介です。山田さんです。こんにちは。京都からですね、またフィフスを引っ張ってわざわざ来てくださいました。今日はですね、サムネにも書いてある通り、山田さんがなんとキャンピングトレーラーをもう売ってしまうと。そうなんです。寂しいですね。悲しい半分あるんですけどね。またでも違うのにね、乗り換えてとかっていうのはあるかもしれないってことですよね。はい、それは考えます。はいでお値段もですね今回もう最初に言ってしまいます前と後ろのセット販売と後ろだけというパターンで、はい、前だけはないよっていうね前だけ持ってかれても困りますもんねねどうしようもなくなっちゃうんでで、お値段が、セットで、1730万円でいいですよねはい、はい、で、後ろだけっていうパターンが、1050万円ということになっていくので気になる方ね、今前ヘッド車見て後ろも見てっていうので細かくね見ていきますのでぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいなと思います。それでは山田さんやっていきましょう。よろしくお願いします。レッツゴー。ケンちゃんはい美味しいクラフトビールができたって聞いたんですけどなんていうやつができたんですか？福岡です。福岡、はい、あともう一つできたみたいですけど原里サンセットです。もう発売中です。チェックしないといけないってことですね。そうです。めちゃめちゃうまいと思いますよ。よろしくお願いいたします。お願いします。旅する勝間岳。はい山田さんはいこちらの、タンドラ年式は2020年モデルですね。2020年モデル3年落ちはい3年落ちです。何万キロ走ってる感じですか？もうすぐ3万3000キロぐらい、ね、3万3000キロ、まあ、普通に乗ってたというぐらいの、はい、そうですね。でもまあめちゃくちゃいい状態ですよね。まあ物はすごい綺麗に乗られてるし、はい、なんか特にこれオプションでつけてるよとかっていう特徴的なところとかってあったりします？トレーラー用にミラーですね。トーイングミラーがこれがついてると。ついてる。それこれ上はあれですか、はい、望遠の方ですか？あそうですそうです。曲面になってるんでワイドになってるやつ、はい、あじゃあ普通の日本のやつと同じようなちょっと見づらいのあるじゃないですか。アメ車のね。アメ車の、はい、そうじゃないっていう。そうじゃないです。ああそれはすごいいいですね。はいであとはまあこのもう特徴的って言ったらもうヒッチですよね。ヒッチって言うんですか？もうこれヒッチですね。ヒッチですね。はいでこれはセットだったらいいと思うんですけど、はい、セットじゃない場合はこちらは、金額には入ってるんですけども、はい、工賃ですね、はい、取り付け工賃とかは別途大体どれぐらいかかるって感じですか？大体聞いてるところは20万円ぐらいかかる。それ山田さんでも手配できるしって感じですか？手配がねちょっとまあ調べないと。あ分からない。もしこその方でできるんだったらお願いしたいなっていう感じっていうことでございます。これは最初からついてるこれトのカバーですか？いやこれも自分でつけました。あつけました。じゃあこれはついているという感じですね。あとエアサスですかね。エアバッグ車高調整するができるっていう感じですね。後ろだけついてますね。じゃあちょっと車内も見ていきたいと思います。これ後ろから入っちゃった方がいいかな。失礼します。これねめちゃ広いっす。タンドラってこんな広いんすね。クルーマックスなんでね、はい、すごい広い。これ失礼いたします。足もこんな伸ばせます。170男子がガンガン伸ばしても全然当たらないという感じですね。横もこれ横幅いくつなんですか？横幅2メーターぐらいですね。2メーターぐらい、はい、結構だから広いっちゃ広いよってことですよね。そうですね。すごいな。こんな感じでございます。はい、ではちょっと今モニターのご説明をですね、はい、してもらいます。これが後ろヒッチの部分ですね。ヒッチの部分、ちょっと見えるかな。映るかな。映るのちょっと見づらいけど、ヒッチの接続するところが見れるようになっている。荷台が映ってる状態ですね。はい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 。で、真ん中のこのミラーが、はい、一番リアとトレーラーのサイドカメラですね。そうですね。ちょっと映ってない、若干映ってるんですけど。ちゃんと見えてます。側面とリアの側面と両サイドですねが見えます。でこれがドラレコがついていると。ドラレコもでこっちが車の右の側面、車検用と。車検用ですね。はい、ということでかなりでもこんなにゴリゴリモニターついてるけどやっぱり広いからめっちゃついてるなみたいな圧迫感はないですね。ゴテゴテはしてない。シンプルになんかそうですね。まだ見やすいですね。はい。であと前ですね。前もついてるんですか？前がフロントのやつですね。これも車検用ですね。車検用ですね。ミラーつけなくて、ミラーがついてないからっていうことでこの辺はもうしっかり構築されているという感じでございます。あと後ろにもモニター映るんですよこれ。そうですね。前のナビのやつが直でつながってるってことですか？あ、そうですそうです。だからビデオ見たりとか。はい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 。これすごいです。後ろにもこのモニターがついていると。はい。めっちゃいいですねこれ。こんなになってると知らなかったです僕。まあそうですよね。はい。初めて乗ったんで。ヘッドシャワー。ヘッドシャワー。ヘッドシャワー。後ろは20人ぐらいで乗りましたけど。後ろ20。はいということでこんな感じのヘッド車で他になんかありますヘッド車で。はいはい。ファイアスティック。ファイアスティックを接続してある。ファイアスティックを接続。これインターネット Wi-Fi もこうインターネットはこれで。あ、ポータブルでやると Wi-Fi で取れる。あ、はい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 。そういうのも見れると。はい。YouTube が見れますよと。YouTube 見ながら。はい。運転できるということでございます。はい。じゃあこんな感じでございます。はい。旅する勝間岳。はい、それでは山田さん、これから後ろのご説明なんですけれども、はい、グランドデザインリフレクションはですね、前に動画を作らせていただいてます。もう35万回もありがとうございます。終わっていますので、詳しく見たい方はそちらにを見ていただいて、はい、今日はちょっと中のね、外でなんか見せたい、ここだけは今回は見てほしいみたいな。そうですね。まあ前紹介してないところでいうとこのジャッキとかが、はい、自動でレベル出して。あ、やるので、そうなったんですね。そうですね。そういうのがまあ他のトレーラーにはちょっと少ないような。確かにそれは便利ですね。便利ですね。はい。追加事項で。追加事項ですね。はい。あとはもうちょっと後ろを見てもらって、32分ぐらいの長い動画になるんですけど、もう一度見ていただければわかるかなと。そうですね。いう感じですね。はい。細かく紹介していただいたので。わかりました。じゃあちょっと中の方に入っていきたいと思います。失礼いたします。はい。このねステップがですね、僕もアメリカンに乗り換えたんでわかるんですけどね、すごいしっかりしてる。これすごいしっかりしますよね。しっかりしてます。ほんでまだ足も出るんで。あ、足も出るんですか。この下がね、これがこう。ああ、そういうことですね。こういう風な。はい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 。足になるので、これで使えられると。さあ確かに。そしたら全然揺れない。もうそうですね。全然揺れないです。すごい。そういうのもついております。はい、じゃあ失礼いたします。ここまで入っちゃ大丈夫ですか？ここまで大丈夫です。見てください。これヨーロピアンだったら邪魔な靴箱です。アメリカンはこういうことができるんです。これはモネヤークついてきます。ついて、あ、これもついてきますね。嬉しい。嬉しい。はい、ではもうこんな感じなんです。山田さんのフィフスはほぼリビングなんですよね。そうですね。1LDK な感じ。ではですね 1LDK をですね見ていきたいと思います。今入り口がねこちらなんですけれども、入ってきてもこんな状態です。これ僕には後ろもまだあるんです。後ろがですねこんな感じっす。これ家なんですかっていうぐらいの本当に大きさですね。でまあ後ろからここは寝れるようになる。そうですね。これがベッドになるので、これをこう、これを下げて、もう一枚クッション、はい、クッションがあるので、入れるとなってくれるよ。なってくれるやつですね。ここもだからここだけでも広いですよね。ここで4人ぐらいは、そうです。4人、大人4人ぐらいならいけちゃいますよね。はい。なのにもかかわらずここにもこんな贅沢なソファーがあって。これは、前回もやったんですけどマッサージチェアにもなるとそうですね。いうことで電動のブルブルがついております。でやっぱりこのフィフスって何がねこうすごいかって圧倒的な背の高さ、高さがもうえげつないやっぱりこの高さっすよね。そうですね。この天井ってやっぱり大事ですよね。大事ですよね。まあお家もそうですけど、お家と一緒で。であとこのスライドアウトの出幅もめちゃくちゃ出ます。普通はこのソファーぐらいしか出ないんですけど、奥のちょっとねでかいこの木の箱、冷蔵庫なんです。これ両開きの冷蔵庫がこれですから、こんな大きいです。これだって後ろだけで1000万って言ったけど、この感じを1000万で買えないですよ。テレビもついてきたんですもんね。そうですね。まあこれ日本の放送は映らないんですけども、でも Wi-Fi とか、あ、そうです。だったらいけちゃうよっていう。Amazon の Fire Stick つけたりとかしてますね。で電子レンジはでもこれ今効きは悪いんですよね。アメリカ製だから。そうです。でもあんまり感じないんですけどね。あ、そうなんですね。はい、結構使えてますね。アップトランスみたいなのがついてるわけではない。はつけてないですね。じゃあそれはいいですね。僕もやっぱり変えちゃいましたもん。あ、変えちゃい、あ、そうなんですか。変えちゃいました。アメリカから日本のやつに変えちゃいましたね。で、ここの棚とかもこんなに、こんなっすよ。これ届かないんだ。届かないです。届かないんです。キャンピングトレーラーなのに。こっちもすごい広いんだから。これテレビはちなみに何インチなんですかね。これ40インチって書いてありましたね。すごいですね。だからこのソファーに座りながら、そうです。これに座りながら。座って。こうやって、あ、こう、そう、オットマンも出ちゃうと。こういうふうに。あ、もっといっちゃう。はい。整いチェアみたいになってるってことですね。そうですね。整いチェアですね。あ、そこにもこう出て。はい。すごい。で、こっちで映画見たり。そうです。旅する勝俣家見たり。そうですね。いつも見てます。ありがとうございます。になってると。で、上にはですね、マックスファンもついてますので。で、ワックスファン、これもうみんなあそこ回すね、みんな普通の人は手で回すんですけど、電動でちゃんと。そうですね、電動でこっちに開くようになってますので、こんな感じで素晴らしい、こんな感じになっております。はい、で、あとは上についてるのがルーフのエアコンですね。まあここはこれはあんまり日本では使えないけどっていうやつですよね。でも RV パークの20アンペアのところで20アンペアでは使える、回りますね。はい、はい、15は無理でしたけども。15は無理だ。あ、やっぱり動かないですね。はい、ホームエアコンはちなみに積んでるんでしたっけ。はついてないです。じゃあこのルーフエアコンだけになっていると。はい、でこれホームエアコンつけるとしたらどこにつけるんですかね。一応ね、予定してたのはこの辺なんですけど、こっから寝室はいかないんで届かないですね。結局2台いるとか、もしくはポータブルの、そうですね、ポータブルエアコン、今これから僕案件でやらなきゃいけないやつなんですけど。あ、そうなんですか。それでご紹介します。そういうのがあったりとかっていう。そうですね、感じですね。家庭用エアコン1台では全部いけないんで、全部いけるサイズになると結局容量のでかいやつになると200ボルトが必要になったりするんで、現実的じゃないんで、もうこのルーフエアコン1本でいってます。了解です。ごめんなさい、ちょっとバラバラになっちゃってるんですけど、キッチンがこんな感じですね。キッチンももういろいろついてますから、これ6個も使い切れません。使い切れない量です。でこんな感じですね。こっちにもオーブンがあって、オーブンも使ってないです。ほとんどオーブンは1回も使ってないです。1回も使ってないです。でこっちにも3ウェイの3じゃなくて3口コンロもついてて、流しもあると。こんな感じでね。これアメリカンには珍しいシングルですね。シングルですね。ね、はい、こっちの方がいいっすね、日本人は。まあ慣れてますよね。ね、慣れてますね。で次、山さんこちらいいですか。あ、はい。こっちに階段がついてます。階段ですね。階段があって、でこっちが洗面になっていると。これもめちゃくちゃ広いです。奥はもうカーテンじゃなくてちゃんと、ガラスですね。で閉められるようなシャワールームですね。こんなに広いです。これも快適ですね。もう普通に。そうですね。はい、であとこうウォシュレット付きです。はい、みんなが大好き。みんなが大好きウォシュレットです。で上にも戸棚がついてます。これちゃんとなんていうの、ほとんど物入ってないです。はい。後ろに流しも。そうです。いろいろ収納ついてますよ。これがね。うん。こっちもね。ほとんど入ってないです。これも。はい。からですね。はい。でこっちにもまた戸棚がありますけど、すごいんです。すごい。これは何ですか？あ、これが湯沸かし器。あ、ここでお湯を沸かすんだ。ボイラーですね。ボイラーがタンク式じゃなくて瞬間湯沸かし器方式なので。それ一番いいやつじゃないですか。そうです。こうやって温度設定して。でお湯ひねるともう瞬間湯沸かし器で出てくるという、はい、いや一番瞬間湯沸かし器も最新のアメリカンにはついてるって聞いたんですけど。そうですね、瞬間湯沸かし器ですね。ちなみにタンクは何リッター入るんですか？フレッシュが200ぐらいだったかな。200で、はい、グレートあれで100ぐらい。100ぐらいですね。はい、十分です、十分です。でこちらがベッドルームと。ベッドルームですね。こちらもキングサイズですか？そうですね。この寝具はついてくるんですか？もうこれはこのまま洗濯だけして僕のおいにがついてる時とか。そうです。それはもうでも使用回数もね。そうですね、はい、出動回数としてはさっきお聞きしたんですけど8回から9回しか。そうです。この2年間で出ていないと。もうそろそろ車検ってことですか？そうです。8月車検なので、はい、一応まあそれはもう受ける手配してあるので受け渡しっていう形になりますね。わかりました。山田さんが取って、はい、出すよっていうことで。そうですね。分かりました。こんな感じです。でこちら反対側行ってみようかな。上もねこう全部引き出しというか戸棚になってて、はい、何も入ってないです。何も入ってないです。出動回数8回なんで、はい、こっちも何も入ってないです。こっちも何も入ってない。大体何も入ってない。でここもなんかちょっと段になってるんですね。そうですね、段になって上上がれるよみたいな感じです。あと電気ですね。あ、電気もつく。いいですね。ムーディーな感じ。ムーディーな感じで。でこっちにもクローゼット。はい、クローゼットもほとんど使ってないですね。そうです、はい。でちゃんとハードの戸棚が閉まって、独立できるよと。そうですね、これですごいもう家っすね。ホテルの部屋みたいな感じ。うん、確かに。という感じになっております。そんなところであとはちょっとお話を聞くっていう感じで。あ、はい、よろしいでしょうか。はい、お願いします。旅する勝間岳。ということで山さん見させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。今こちらですね、キャンピングトレーラーの一番後ろのリビングですね。はい、圧巻ですね。この見た目。ね、やっぱりこの。売りたくないんじゃないですか。ちょっと寂しいね。ただこれさっき最初にねお値段1730万って言ったんですけど、ちょうどマトリックスとか、まあフルコンソニックのオプション何もつけてない状態とかの、新車をねお買い求めになりたいなっていう方だったりとかにはちょっとびっくりするようなサイズ感と価格でほぼほぼ新品ですよね。はい、でなんかその辺の方がちょっと買ってもらったらいいのかななんて勝手に思っちゃってるんですけどあれアドリアのマトリックス行くんだったらワンチャン場所さえあればこれでいいんじゃないのかなみたいな。だから本当場所問題ですよね。そうですね、場所だけですよね。あとは問題としてはその牽引免許の問題とね。牽引免許、あ、ちなみにこれ後ろは年式としてはこちらの年式は2021年。21年だからもう2年しか本当に経ってないど新品で、なおかつ8回出動の20泊ぐらいしかしておりませんと、はい、そのうち家族で使ったのが4回ぐらいと。4回、ほぼ1人でしたね。ソロキャンです。流行りのソロキャンです。でかすぎるマーク。あと僕聞きたいのが売る理由に至るまで何個かあるんですか。そうですね、まあ、売る理由結構こうサイズアップをしてきたんですけども、うん、はい、で行き着くとこまで行き着いたんですけども、うん、まあ、やっぱり子供が大きくなっちゃったので、はい、なかなか一緒に出かける回数が減って、まあ、ソロキャンでこれはでかすぎるなと。でかすぎる、まあ、確かにそうですね。ソロキャンのつもりで買ったわけじゃないですけどね。あ、違いますかね。最初家族でっていう。そうだけど子供がね、僕の凛花と同じ中学校3年生なんで受験勉強もあったりとかっていうことですよね、部活があったりとかで使わなくなっちゃったって、何か不満があってとかっていうわけではなくっていうことですよね。全然ないですね。ただ出動の機会とあと置き場所。そうですね、まあ、置き場所が遠いっていうのと、うん、本当にまあ1年間家族で出かけてないので、はい、まあ1年間本当に洗車しにだけ置き場所に行ってるっていう感じなので今回手放すということになったという、はい、安全なオーナーさんだと思います。やばい人から買うっていうわけでもないだろうし、めちゃくちゃ山田さんいい人なのでそのあたりは信頼していただいて。買っていただいても大丈夫だなと思います。もう8回の出動のうち3回4回は僕たちに会うためみたいな感じで、そうですね、来ていただいてるんですもんね。はい、コウスケさんに会いに。いや、ありがとうございます。いや、もういろんなねビンギフも来ていただいたりとかっていうのもあるんですけれども、はい、ということなので安心していただけたらいいのかなと思います。気軽にですね。冷やかしはただやめてほしいですね。そうですね。はい、やっぱり車がそのあたりも鑑みていただいて、本当に欲しいなって思う方だけご連絡をいただけたらいいかなと思います。で、ご連絡の方法が山田さん概要欄にインスタのアカウントをつけておきますので、はい、DM で言っていただいてもいいですし、あと E メール、はい、またはファックス。ファックス OK です。ファックス OK です。年齢層がもしかしたら高めのね、方たちのもういらっしゃるかもしれない。ファックス番号しかもうできないよっていう人はファックスでもということで、ちょっとその場合レスポンスが若干ね事務所に行かないといけないので遅れてしまうかもしれないんですけれども、ご連絡していただけたらいいかなというふうに思います。再度ですね、金額なんですけれども、前のタンドラ2010年。3万3000キロ、2020年で3万3000キロで、後ろが2021年、はい、両方とも3年2年でございます。ほぼ新品のねセットが、1730万円ということでございまして、後ろが1010万ということで、旅する勝俣家史上高単価ですね、これね。そうですね。僕なんか全然違う商売になっていっちゃうんじゃないかっていうぐらいの何をやっているんだっていう車屋さんみたいな、車屋さんみたいな、全然詳しくないですけど紹介だけするっていうということで、気になる方はぜひですねご連絡を山田さんに取っていただけたら嬉しいと思います。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いできたら嬉しいです。それではじゃあね、バイバイ。ありがとうございます。山田さんありがとうございました。ありがとうございます。乾杯！旅する勝俣家のサブチャンネル、クラフトビール職人ビールアゲインブリューイングが始まりましたので、ぜひ概要欄からチャンネル登録よろしくお願いいたします。またキャンプ場ビーアゲインビレッジもやっておりますので、概要欄からぜひ見てください。それではじゃあね、バイバーイ。ありがとうございました。